皆さんこんにちは、高橋明です。今回はステイシー・ルイスのスイングを見てみたいと思います。彼女の特徴は、オーソドックスな動作に、90年代から2000年代に流行っていたモダンスイングの形が取り入れられていることです。例えばテイクバックは低く地面を這うような上げ方で、もちろんスピードは速いんですけれども、これは中期の頃の上げ方で、そして左足はかかとが内側に入ってフィニッシュしていますので、左足には優しい動きとなっています。そしてトップですが、これはタイガー・ウッズの90年代に大変近い高い後ろの位置に上がっています。ボディターンはヒップスライドではなくヒップターンで、インパクト時には右足のキックを使っていますので、体重はほとんど右足に乗っています。手の軌道はインサイドインのオーソドックスな形で、肩はちょっと、先回りしているんですけれども、柔らかい体の女子ではこれが普通です。そして注目していただきたいのは右足のふくらはぎですね。筋肉が縦にですね、割れてはっきりと力が入っているのが見て取れます。体重移動をしているにもかかわらず、打つ瞬間は一瞬ですけれども、これだけ右足に体重が乗っているということです。またその瞬間に右手の押し込みで球を潰していますので、飛距離も出せるパワーの使い方をしています。参考になりましたでしょうか。